元サッカー韓国代表で2011年のサッカー日韓戦でサルシン2の物議を醸した木誠功選手。性的暴行疑惑をめぐり、木誠功側と被害者側の真実の攻防が続く中で、被害者側が23日、木誠功が同級生を懐柔し脅迫した証拠を確保したと主張した。パクジフン弁護士は木誠功側が事件の直後から最近まで順天光弘地域の人脈を総動員して、卒業生一人一人に電話をし、今回の事件について話すなと懐柔と脅迫をしたという事実を確認し、この証拠も確保したと述べた。パク弁護士はまた、1から2時間で作成できる訴状の作成に1ヶ月近くかかった理由は、このためなのかと聞きたいと付け加えた。パク弁護士は今年2月24日、2000年1月から6月まで A と B が小学校サッカー部の宿泊施設で C と D に対して性的暴行したと主張した。これに対し木誠功側は事実ではない。法的対応すると対抗し、C と D 側は確実な証拠があると再反論した。1ヶ月近く真実をめぐる攻防が続く中、木誠功側の法律代理人である孫三翼弁護士が22日、C と D に5億ウォンの損害賠償請求訴訟を提起した。孫弁護士は被害者側の弁護士と被害者間の主張さえ一致していない。被害者側の弁護士は、電話をした後輩の言葉を悪意を持って利用しており、被害者 D は自ら国民に対する詐欺だと話したと述べた。これに対しパク弁護士は同日、訴訟を歓迎する。最終的に法廷で真実は明らかになるだろうという立場を発表した。